こんにちは、乗鞍萬吉です。今日から3月ですね。3月1日です。時刻は正午前になります。今日の動画配信は観光センター周辺を撮影し、皆様に配信します。昨日はかなり気温も上がりまして、一日中除雪に追われました。午前中には終わったんですけども、午後には屋根からの落雪で、その片付けということで、昨日は仕事は全くほとんどですねできませんでした。池森館周辺もですね、池森館のですね駐車場もご覧のように除雪しました。雪が高く積もられております。今日はこれからですね、午後雨か雪が降る予報になっております。明日からはまた晴れる予報になっておりますが、ようやくですね、プラスの気温になってきたかなという感じがします。今日も薄日が差していますが、風は若干冷たいですね。昨日は本当暖かでした。ではこれから駐車場に向かいます。観光センターの駐車場に来ました。今日は火曜日です。閑散とした駐車場ですね。平日ですから、どちらかというとこれが一般的かなと思います。昨日の暖かさでだいぶ雪が溶けたかなと思いましたが、そうでもありませんね。家の雪も本当にもう早く溶けてくれって感じですが、以上、乗鞍萬吉でした。ではまた。